願いします。単語の名前を외쳐주세요。はいはいはい、100% に聞いて。はい、始まりました。さあ、このコーナーですね、 100% の皆様に質問をしていこうというコーナーになっております。はい、もし何か聞きたいことあるよって方いらっしゃいましたらね、手を挙げていただければ、もうテクポの皆様が答えてくれますので。お、どなたか質問あるよって方は、あ、じゃあお姉様、はい、はい、好きな女性のタイプと苦手な女性のタイプ。はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。確かに僕、好きな女性のタイプとか、そうですね、あんまり聞いたことないので。이상경을한분씩말씀해주세요。ああ、好きな女性のタイプで、まあちょこっとじゃ苦手な女性のタイプもね、せっかくですから聞いてみようかなと。그이상경과내타입이아니다라는여성상을가지고얘기해야되나。네、二つ。どんな人がいいかな。じゃあ言えるよって人から、じゃあ行きます。말씀하시는분부터。あ、じゃあ、ミヌさんから。저는、はい、이해심이굉장히많은사람이좋아요。あの、心が広くて、よく理解してくれる女性の方が好きです。なるほど、理解力がある方がね。대화가잘통하고、話がよく通じて、あ、그、저를、뭐라고해야하지、좀、제가、밖에서뭔가일을하고돌아갔을때그가仕事帰りに제가쉴수있는마음을가진사람그가あの休めるような心を持ってる方。なるほど、まあ、包容力が大きいみたいな。包容、ね、包容할수있는、包容력。네、그런분이었으면좋겠고、근데그런분을제가더감싸주고싶을것같아요。そういう方がいたら、僕がもっとあの抱いてあげたいという気持ちがあるので。저를이해해줄수록저는더많은이해를해주고싶은마음이있어요。僕のことを理解してくれるほど、僕ももっともっと抱いてあげたいなという気持ちがあります。なるほど、ありがとうございます。그리고싫은타입은、苦手なタイプは、苦手なタイプは、집착하는타입、執着する人。あ、だからあの束縛するみたいなことですかね。あ、그냥형을가만히내뒀으면하는거니까。가만히없어요。ほっといてほしいね。あ、ほっといてほしい。なるほどね。はいはいはい。ちょっと의심이많다거나、よく疑う人。はいはいはい、疑い深かったり。ちょっと마음이예쁜사람이좋아요。心が綺麗な人が好きです。なるほど、ありがとうございます。じゃあ他のメンバーで、はい、好きなタイプ、苦手なタイプ、はい、お、あ、仏教さん、はい、好きなタイプ、はい、あ、사랑스러운분을되게좋아하는데ラブリーな人が好きです。ラブリーな人、되게되게밝은분이좋아요。明るい人が好きです。おおお、明るくてラブリーな人。그리고싫어하는타입은、苦手なタイプは、はい、딱히뭐없는데、別にないですけど、お、特にないですけど、強いて言うならば、あ、なんて言いますかね。너무礼儀正しくない人は、それが礼儀正しくない人は、なるほど、苦手かもしれません。はいはいはい、礼儀をちょっと書く人はね、苦手ということで、ありがとうございます。じゃあ他に、はい、メンバーで。タルプ君よ。あ、저는、お、ジャニオン。魅力있는사람은좋고요。魅力のある方が好きです。魅力のある、魅力的な方。お、별로안좋아하는タイプ。苦手なタイプは、はい、말이잘안통하는사람。話が通じない人。そうですね、話しててもね、あんまり音の問題ではない、言語の問題ではない、言語の問題ではない、音の問題ではない、なんか、日本語と韓国語の差異が、日本語と韓国語という違いではなく、대화、会話、考え、あ、그런거죠、価値観が合わないみたいな、本人얘기만하는게싫은거죠、自分のことばっかり言うのが嫌なんですね。서로에대한대화를해야돼요。お互いでコミュニケーション取らなきゃいけないんですけど。なるほどなるほど。まあ思いやりがあるというか、会話が通じる人ですね。ちゃんといろいろ持ち込んだこの会話が。なるほどなるほど。さあ、ヒョクジンさんとジョンハンさんは。저는좀비슷한것같은데。が似てると思うんですけど。ポグナさん。暖かい人、暖かい人、ああなるほど、心が暖かい、心が、あ、もう体温が、全部暖かい、キュート、ね、キュート、キュート、もう可愛くて暖かい人、モミニョン、知らぬ사苦手なタイプは、苦手なタイプは、말을막말을、
悪口を言う人。ああなるほど。嫌ですね、悪口を言う人。まんまらさんも知るけどね。まだ礼儀正しくないってことですね。僕のことは嫌なんだ。悪口言うんですかってなっちゃいますから。さあジョンハン君は。저는좀항상제예상예상이안가는분僕の予想がつかない人。あ、予想外のことをする人が好き。예상외의행동을하는분이좋아하시는ちょっとわかるかもしれないですけど、ちょっと알것같아요。はい。좀그런거를좀좋아하는분이고요。そういうのが好きです。なるほどなるほど。確かに自分が考えてる以上のこととかしてきたらね、いいかなと。苦手なタイプある。それは、저도집착하는거는조금은좋은데束縛することは少しだけならいいんですけど、はいはいはい、그게좀과해지는것들있잖아요やりすぎると맞아요그거싫어요맞아요저도똑같아요僕も同じです집착은조금도다르네집착은조금이될수가없어요束縛は少しだけじゃ관심이나욕심이과해졌기때문에집착이되는거예요관심と욕あの欲張りなるほど違う大きくなるので집착싫어束縛嫌だ束縛しすぎるのは皆さん嫌ですよっていうことですねなるほどじゃあ他に何か質問あるよって方いらっしゃいましたら質問ですどうぞ저는おめでとうございます。おめでとう。生日날해주고싶은거ということです。誕生日に家族彼女にしてあげたいこと。なるほど、ありがとうございます。生日で여자친구한테해주고싶은거。はい。誕生日のはい。一旦土曜日誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあそうですね、誕生日の彼女に何かしてあげたいことさあ何でしょう저는백구리さん그한국에서미역국먹거든요한국では誕生日の日にわかめスープを食べるんですわかめスープ미역국끓여주겠습니다わかめスープを作っていきますあいいですね手作り料理をしてあげるいいですねはいさあ他の皆さんは誕生日같이이쁜거보러가지않을까一緒に綺麗なところ見に行くと思います。おお、なるほど。綺麗などんなところですか？夜景とか。어떤야경이예쁜곳뭐이런거말씀하시나요？딱히생각은안해봤는데요。아마이상할것도없는데요。네그뭐지금지금만약에일본에서제가어디가야된다。日本で連れて行くとしたら。오日本で連れて行くとしたら하면은ビーナスフォートがついてる。ビーナスフォート。お台場ね、よくね、イベントやられてますから、ビーナスフォート綺麗ですから。綺麗ですビーナスフォートに連れてってあげる。さあ、他のメンバーはいかがでしょうか。저는、お、皆さん、はい。일부러、わざと、わざと。생일、그전까지、생일에관심없는척하다가、誕生日の前日までに、あんま興味ないふりをして、お、전혀모르는척하고있다가、全然知らないふりをして、はい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 。12時へ、집을찾아갈것같아요夜0時になったら、あの、彼女のお家に行くと思います。おお、サプライズで。これ好き。あ、これ好き。これ好きです。俺も好き。予想받기네요。予想以外ですね。わあ、予想外で。サプライズをね、してあげる。그래서、あ、장을봐가지고、가서、맛있는것도만들어주고。買い物して、行って、美味しいものを作ってあげて。24時間을。24時間を。다헌신해줄것같아요全部捧げます。あ、素晴らしいですね。いや、拍手もね、起きましたよ。いいですね。24時間너무집착하는가요24時間は束縛じゃないの知らん。嫌なの束縛じゃないか。さあ、キュンキュンする。キュンする。さあ、ロッキョンさん。ジャニーさん。はい。그동안사귀면서、여자친구가뭐가좋고어디를가보고싶다는걸얘기했을거아니에요付き合ってる間に彼女がここに行ってみたいとかこれを食べてみたいとか言ったじゃないですか言ってたと思うんですけれども네그래서그걸알고있다가それを覚えといて생일날誕生日の日に그게다가보고먹고할것같아요全部行ったり食べさせたりしますいいですね覚えといてあげてやってあげるってことですね気合いとこ行ったのか해준다素晴らしい優しいですね優しいさあチャミオさん저는모르는척하고있다가사람의흐름을시대때오제가아프다고거짓말을하고나서自分が病気だって嘘をついて병원에있다고病院にいるよ、네、아병원가야된다고病院行かなきゃいけないよ지금나좀만나자고해서今ちょっと会うって파티를해주러갈것같아요言って파티をしにあるところに連れて行くと思います病院에서맞
サプライズパーティー、サプライズが2つなんだね。サプライズ、サプライズが好き。おー、よきって、これも好き、これも好き、予想外だから。チャニョンが、はい、では、てってるるー、今いたい彼女は、僕は今、ナイトクラブ、私はクラブにいるよって言うんですよ。そんなね、ことないですもんね。待ってきゃや、クラブにいいですよね。彼女がクラブにいるって言う、あの、病気だって言われた時に彼女がクラブにいるよって嘘ついたらどうする？うんうん、そんなあ、しょうがねえな。優しいってことですよ。しょうがねえな、もうシャケよ。なるほど、さあ、皆さん、様々な、ね、誕生日のお祝いあるということなんですが、もう最後の曲に行きたいと思うんです。その前にですね、今日ここにいる皆さんと記念写真をちょっと撮影したいということなんです。